第39期宝仙 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説には藤崎聡プロにお越しいただいております。藤崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第39期宝仙 A1 リーグ第8節 B 卓3回戦統杯の開始です。8人友竹正治の合図によって3回戦が開始されました。3回戦はちいちゃから杉浦、藤島、吉田、勝又という並びです。本一局ドラはスーマン。さあ、まず親番杉浦ですが、ダブトンが統一のハイパイです。ギャンメンはありますね。まずまず、まとまったハイパイですが、ダブトンがね、泣けるタイミングによる感じ。はい、パーソーから藤島はチュンが統一です。吉田は初が統一ですが、メンツはありません。あ、勝又いいですね、単品系。藤島がちょっとマンズっぽい切り出しなので、はい、トンはだいぶ遅れるかなって感じですか。そうですね。いや、杉浦も打点がね、ダブトンだけしか今のところない。これでマンズは見切っていく。もうこれで少しトーンが早まるかもしれないね。一枚は引いておきたいね、ガンスケもね。そうですね。まあまあこの形からでも行くとは思うんですけど、はい、順調ですね。藤島リャンシャンテン、藤島さんのチューンは泣きそうだよね。泣きますね、はい。これはいつもの藤島健次郎です。これは健次郎ランボさんってことでいいですか。そうですね、はい。あ、なるほどね。ちょっと2回戦の最初、あの黒沢さんっぽい守護神が、ね、守護霊がいらっしゃったのかもしれないちょっとセレブ気取っちゃってたもんね。さあ、吉田も仕掛けていきます。イーシャンテン、パーソ3切れ、これ難しいね。シャンポンよしですよね、こうなっちゃうと。かといってペン3ペンはドラ強だしね。ペン3、あ、ペン3番ですね。ペン3番はね、はい、残すわけにはいかないですね。さあ、4選手ともそれなりに、ちょっと嘘間に合わない可能性あるんでね。嘘関係がね、本当だ。またいいシャンテン。さすがにトンポンって言ったらもう嘘だもんね。そうですね。ああ、関連層引いたぞ。これは藤島ギリギリまで、トンを絞って、まあ、でも嘘間に合ったんでまだ可能性はありますか、はい、いや、もう簡単じゃないもんね。簡単ではないはずです。1枚ずつだ。1枚ずつ、はい。これで勝又す一万は打たないかな。裾の方から、いや、これでただしはだいぶきついね。うん、ウッパーピン、ウッパーピン対リャン、リャンウマン。若干ウッパーピン流利、若干ね、若干。ただしはドラ引いたりローマン引いたりするとね。うわ、引いた引いた。リーチかな、やめてんかな。リーチに行く、サブローソー。1、2、3、4、5、3山。これは全員引かないね。まあ、ただしは引くかもしれないですけど、筋を押していく藤島。いつもの健次郎らもそうですね。はい、いつもの健次郎です。嘘は大丈夫。ローピア今3ピンが通りました。中筋です。怖いところ、もう行くしかない、行くしかないわけでもないけどまあでも押している。最後まで行き切りそうですね。うわ、すそう。ドラとかはやめるかもしれないですけどね。はい、3ピンは現物ですよ。1ピン現物、誰が勝ってもおかしくないね。下はやめ。
パピ。セイラの上がりです。ダブトンで1000オール。はい、1000オール。なんかね、みんな見応えある感じですね。はい。藤島の推しはね、まあ、いつも通りとはいえ。しかも、自分のテンポまでたまに絞るだけしか、ね。そうですね。杉浦のレンちゃんです。本当にコンバドラバパーマン、うん、みんな見事に打ちましたけど、上がるのは一人だからね。そうですね、こればっかりはしょうがない、ね。はい、吉田一面つ、あ、吉田がいいぞ、久々にいいぞ、久しぶりに上がれそう。あ、でも勝俣もいい、勝俣と吉田がいいですね。両天秤、勝俣も三色が見えますね。6ブロックに構えます。さあ進むのは誰でしょうか、うん、ドラを引いたのは杉浦、ただまだメンツがない。ちょっと微妙なところ、嬉しくはないね。はい、藤島白が重なりました。これは先ほどと同じように仕掛けていきそうだぞ。うん、さあローマン引いた、これで6、7、8だ。ジョピンフドラ1のイーシャンテン、はい、サブローピン引きはほぼ展開取らないですね。取らないですね。うわー、これは車内、はい、あー、いったま、はい、丁寧ですね。でも小闇店に構えて、まあ、数層引いたらリーチに行くのかもしれませんが、うん、藤島が仕掛けていきます。この仕掛けを見てどうだ、3ピンのつまがり、吉田の上がりはつもピンフドライチ、うん、700、1300、800、1400です。普通だとね、はい、積もっちゃうとあーリーチだったかなと思うんだけど、うん、これはね、はい、リーチって言わなきゃ入ってないだろうしなと思うから、そうですね、はい、うん、いいんじゃないですか。おそらく藤島リーチだったら泣かないような、まあ勝間とプロもはっきりないかもしれないですね。はい、親番変わってトン2局です。藤島の親番ドラバーいいピン、ま、でも相当相当悪いと思ってんだね、正しいはね。そうですね、ダブトン統一、ドラ統一、大チャンス。あれ、パクペイ統一でピンズが多いですよ。まあ本一にはいきそうだから、吉田ですからね。なんとスピード感は微妙ですけどね、うん、みんなそれなりにいいな。これ藤島のトンもすぐ泣ける可能性ありますけど、勘助が持ってんだよね、1枚ね。あの杉浦も単葉に行きたいですからね。勝俣発願庫、あらららららら ら, ら、これは藤島にとっては悪夢のようなトン引き。一気にテンションダウンだもんね。これで相当上がれないですよ。まあでもあれか、単品だからトントンがまだありますね。あ、まだありますね。あるけどなんかな、結構ねバランス取っていくタイプなんで、単品三色まで見えてくればトン、トイツ落としそうだけどね、はい、ただの単品だけでトイツ落としするかどうか微妙ですね。ドライピン、あ、こうなると可能性としては、いや、これは切りたいね、切りたい、ね、はい、出るかもしれないですよ。さあしかしその間に吉田と勝俣の手が進んでくるぞ。ペイからは中津、ペイの1枚目はスルーです。できるだけね、藤島もシャンテンスを上げておきたい。うん、よりによってトラのいいピンだけ使えなくなったんですね。はい、これは急走を打つのかな、リャンマンか、リャンマンか、うん、いや、いいですね、ツモも順調で、うん、いいタイミングでトンが出れば、そうね、ただね、ただそこに仕掛け入れられるとわざわざその問いを落としない可能性あるんでね、
これはでもこれは大体出るんじゃないですか。いや、ここで飛んでもおかしくないですよね。はい。まあでもあれか、ダイレクトテンパイはシャンポンでいきますもんね。スーピンに横伸びればトントンになりそうです。これはスーピンになりそう。これで出なそうですね。 これだと何引いたらドン切るんだって話になりますね。ヤンゾー引きとかですか。ヤンゾー引きも3色崩れるけどね。一応イースチーソー振り手んやでしょうからね、はい、これはこれはどっちもある、どっちもありそう。これトントンあるな。あるね。うん、ではでもここは手堅く、みんな夢は追わないんだね。はい、チーソー引いたら単品3色ですからね。みんな貯金ありそうだね。はい、聞いてみますか。吉田は分かんないね。でも一番貯金あるの黒沢さんかもしれないし、ね、はい、一番夢を追っかけてる人も一番あるかもしれないから、分かんないけどね。ドラも1枚まだありますね。いや、ただあのパーソーつもぎりはもうとんぎりほとんどないよね。しかも正しいに9ピン余らせられたんでね、これは相当ないですね。ちょっと嫌がってますね。さあ藤島いいシャンテンまで来たぞ。ドラもドラ1枚あります。おお、しかも正しいのドラもリーチだと打たないかな。ただ可能性あるよね、はい、これシャンポンってこと。シャンポンじゃないですかね。これが順か、あ、そが1枚あるか。4枚目なんですね。うん、4枚目の連番か。馬入ってたよっていう形じゃないもんね。そうですね。これ藤島6球ピンも相当薄いんで、あるあるか。まだ1枚ずつ。ただしもドラは切りませんっていうやり方にしたので、勝又受け全く連面が入りませんでした。なんかついさっきまでのテンションと変わるね、見てる方もね、はい、誰もチャンスの人がいなくなった感じ。本当ですね。吉田がドラ引いてどうかですね。これはカッチャもチートイみたいになってきたもんね。流反化なのにね、そう打っちゃってますから。いやでも勘介のバランスもね、うん、藤島のチャンスで潰してますから。そうですね。だってこれトンと嘘のシャンポンになるんならね、絶対勘違いさんの方がよく見えるもんね、はい、うん。3ピン勝又どうする。泣いたパーピン打つのかな。打ちますね。さあ勝又いいシャンテン。うん、またパピー。次ら嘘が1枚あります。6球目あと2枚あるんじゃないの。はい、ポンでトイトイに受けますか。受けますね。6球ピン2枚、はい、1枚ずつあります。ドラがあるから藤間も上がりあるんだもんね。上がりまでギリギリあるありますね。両ピン3層これもありそうだぞ。あ、テンパイだ。リーチ、ドラが1枚ある。あ、3層はないか。これはあー結構きついね。両派勝間とアンコだもんね。はい、ションパイ。ああ藤島ドラのいいピンが2枚、いや2枚じゃない1枚。ペー1切れ切ると吉田にテンパ入るぞ。いやポンできるんすかあれ。龍白がいいピン切んなきゃないですよ。白ポンした以上はどうですか。いかないかな。杉浦いかなくてもおかしくないですね全然。うん、かといって何切るんだ。勝又プロ、あ勝又プロ現物だ。言ってもおかしくないね。うん、嘘か。
ピンは筋、パーピンが3枚見えか。ウーピンのチャンス、まあ、だいぶ切りやすいは切りやすいですけどね、はい、ただ切ったところでやっぱり流派がいいピン切らないとテンパらないっていうか、もう図もないんだね。ペー切るかシーピン切るかですね、おそらくは。そうだね、うん、ペーになりました。ということは勘助もテンパし直す可能性がありますね。想像引けば1から7までダメです。これはペア合わせるでしょう。さあ藤島いるか、いいピン。ハネマン、うん、いない。藤島勝又の2人テンパイです。勝又の三蔵もいたね、山にね。あ、三蔵は多分なかったですね。あ、なかったです。ジャンピンが1枚あったかもしれない。藤島レンちゃんは成功しました。だがまたまたドラドラ、しかもいいんじゃないか。うん、まとまってはいますね。シーマンアンコにローマントイツか。ちょっとゴツゴツしてますけどね。ダイヤもあるし、ただいいピン取りそうとしてダイヤもいけるしね。これはいいハイパイだ。いやでも勝又もいいな。これは藤島と勝又のどちらかの上がりになるのか。割って入るか杉浦吉田。うーん、勝又がそんなにいいかな。よくはない。まあ二面とはありますけどね、はい、よかったですね。はい、仕頃もあるしね。仕頃もあります。うわ、この辺の序盤でつもぎりしてる場合じゃないんだよね、藤島プロはね。さあ一歩前進です。いいピンなんですけど、いいピン切りたいですね。柔らかく、おお、柔らかさを持ち、兼ね備えていますね藤島。まあただ仕掛けが得意な選手ってのは柔らかいですよね、はい、やっぱね。杉浦も6、7、8の3色が遠くに見えてきました。はい、ピン、はい、これでローマンと三蔵だけは間違いなくこんだもんね。ですね。お、ローマン、2山、あ、1枚か。1枚。お、ドラもあるね。ドラも1枚ありますね。3ピン、これでサイドイシャンテン。ちょっと違うね。ちょっと違う。数ピンもまあね、チーでしょうから。さあ、杉浦。ここはペンチーマンを払っていきます。うん、これはいいじゃないですか。数ピンチーでウッパーマンですか。でウッパーマンでしょうね。きたー、あっち来てなかったー。これはつもぎりかな。ロー、いや、これつもぎりでしょうね。からぎりでした。さあ勝又はまだリャンシャン点です。スリムに構えていくが、杉浦が追いついた。いいシャンテン。スピンにもあるね。スピンにもあるですか。勝又もいいところ引いた。杉浦伸びますね、想像が。本当だ。すまん、テンパイ。かっちゃんウーピン引いたらダメなやつこれ、ね、ウーピン引いたらダメですよ。ウーピン1枚しかない。ローピンは大丈夫です。リーチいった、スチマンだ。チーマンなら3色。ノータイムでいったぞ。
チーマンないっていうかスチーマン順からだ。ほう、これは珍しい。勝又の順からリーチ、うん、出るパターンが、うん、ツーピンツモは藤島、タンヤオツモドラドラ3900は4000オール。藤島の手開けられた時点でほとんどないもん、ね、本当ですね数枚1枚しか。さあ藤島2回戦に続いて好調ですね、うん、随分とね、はい、今回は初が統一でもバラバラっとある。ここ2節苦しみましたからね。はい、まあまあ、あドラ3ピンか。いやでも悪くないですよ。ちょっと緻密は望みすぎかもしれないね。吉田ですから望んだらやってくれますよこれ。だってピンフリーペイコードライチできてますよ本当だ行きたい、まあ、まあ視野には入るでしょうけどね、はい、なんかペイコーができているっていうのはミソですね。試合にも入るけどここから急速ポンとかはさすがにないですよ。いやちょっともったいないですね。自力でね、あのもうこれで両面両面、うん、まあ満貫からですからね。はい、まあ、リーチ付きの話ですけど、リーチは行くでしょうからインスピンの方がちょっと弱いですか。あ、これはロースを先にちょっと危険ですからね、うん、していきます。さあ形を決めていきました吉田。勝又は4と1、杉浦いいところを引いてイーシャンテンです。取らずイーシャンテン取らずトラジはい、ドラが3ピンですからね、ドラも使っていこうという杉浦。来ましたよ、うん、いいピンの方入れてのリーチ、いい方引いた感じ、はい、感じだね。小山数万4枚とチーマ1枚、うん、杉浦もイーシャンテン復活ですが、これはイーソーは通っていない、取ってないですよ杉浦さん。いいんですか、うん、ただなんか変則手に見えるから。なるほど、ドラ以外全部行くとかなんかそんなんじゃないですかね。ドラ引きました。まあ一旦ちょっとローピン切るのは弱すぎるから、せめて9ピン切りたいね。ですね、数ピンとは言わないのか、はい、もっと浮いた。でも3万切ったってことは数万は相当助かんないね。もう無理ですね。数ピンか9ピン切るんですか。数ピンは切りづらいけどな。ピンは切りづらい。9ピンはね、チート1っぽいして入るけど、はい、一応1枚切れてるんでね、わざわざ9ピンじゃ待たないだろうっていうのもお気軽に思いますから。9ピンだったらね、マチュンの方が、まあ分かんないけど。一瞬今ウーピンに手がかかりましたね。数ピン切ろうとしてる、ね、数ピンか。いやウーピン切るなら全中の3万切らなそうなんで。いやチート相当嫌なんですね。チートだと思えば数ピンはね通りますよね。大体だいぶチートだと思ってますか。はい、入り目だもんね。入り目です。さあ杉浦ここは手配、相手の手配を読んでいくが、ここはねちょっとね
パイパイが良すぎただけに、これは読み誤っている。イースは通している、イースは通している。なんでだ、なんでだ、リャンゾーが嫌なのっていうことですか。しかないよね。だってカンサンゾーとペンサンゾーの医者って抜けたんでしょあれ、はい。まあ、ローピンスーピンは切れますからね、リャンゾーを切るのが嫌だったと。チートイツならリャンゾーで待たないですよ。降りたってことか。お、そうみたいですね。だって藤島が来てるのかな。来てないですね、特に。すごいつも。ああ、スーピンチーだ。いつの間にか数万掴んでたんですね。藤島、そうですね。そこそこ。まあ、ローマンはだいぶ切りやすいんだもんね、数字でもね。はい。勝又も数万を持っています。数万が残り2枚。チーマンが1枚です。いやー、ただ、勝又プロに数ウーマン取り落としされちゃったら、きついよね。藤島ですか。あの、そうね。うん、ここでイーマン切れば助かるけど、リャンマン薄すぎるもんね。藤島もどこか吉田が変則手だというふうに言うんだそうですね。これは数万助からないね。あ、助かりました、助かりましたね。ウーマンないですからね、はい、あの強制的に数万を打たれるかの形がないので、これなくなった、あと1枚ぐらい、あと1枚ありますか。1枚ずつあるのかな。数万1とチーマンが1枚ある。はい、おまだある。あー、転敗だ。いい数万、これは数万が1枚。今もある、今もありそうですね。イースーチーマン1枚ずつ、はい、互角、互角です。イーマンは藤島、なんと藤島が追い越したぞ。初ドラ1で1300オール、1300は1500オールです。なんからしくなってきたね。うん、粘りの藤島らしくなってきた。はい、いつものケンジロウランボさんみたいになってきましたね。そうですね。いや、これはカンスケ頑張んなきゃないね。おお、この時点で藤島今日はだいぶ沈むことないと思うんでね。そうですよね。三連投の勘助がちょっと危ないね。はい、さあ、とにかくは3本バドラはパーピンです。今日も 2,30 負けるようだとね、はい、今度3日後の対局めっちゃプレッシャーかかりそうだもんね。ああ、そうですね。おお、1週間で何本負けないね。はい、さあ、吉田が仕掛けていく。何をポン、はないぞ。ドラのパーピンを食い取った。いいピン切って、そんな予定じゃなかったんだよって感じですよね。1000点でいいのに、なんでわざわざこんな難しいとこ上がりにくくなっちゃいますもんね、カンチーピンのカーツができて。まあ、ぶっちゃけさばき手に関しては1000点も2000点も一緒なんでね、はい、上がりづらくなる方がよっぽど嫌ですからね。統一落としかな、いいピンの統一落とし。さあ、ビュンビュンいってるぞ、荒ぶっているぞ、うん、さあ、吉田、ウーピンが入りました。勝又リ
ャンテン。今季は珍しい荒ぶりですね。まだ一メンツだけ進みません吉田。あれ今ふと思ったんですけど、はい、今日の A1 ってひょっとして忠志が一番年上？年は、藤島と吉田は同級生ですね。あ、同い年なの。はい。なのでまあ誕生日でいうと藤島の方が若干上なんですけど。ああ、そうなんです。ね、非常に若い A1 ですよ、ね、A1 って藤島が一番年上とかね、はい、なかなかないですよね。ドラ引きましたね。うん、こうなるとちょっと話が変わってくるね、はい、さあ勝俣数層はポンテンが取れます。うーん、取ります。難しいですね。まあ、このポンテンまでは取りやすいけど、次スーピン出たらどうすんだみたいな問題が出てきますよね。はい、現状ドラヒョウの感じピン待ちですからね。スーピンポンって言ってパーピン切れば相当上がれそうですけどね。はい、あ、これはでもあっ、パーピンビュンビュンビュン、これ泣くシフトにはしてますね。でもスーピンポンはまあ今パーピン切れたんで相当だけ安くはなりますよね、はい。吉田換算ピンの転配3ピンあるな、これ全部あるんじゃないですか。3ピン4山ほんとだ。チーピンも1枚あるから嫌な予感はしますけどね。はい、さあ吉田ここ上がっておきたいぞ。だって4枚あるんだもん。パーマンだらけですね。パーマンだらけ。勝俣プロも3ピンはつもぎる。3ピンはつもぎります。サブローピンにする。あ、でもそうですね、多分サブローピンじゃないか。サブローピンパーピン切りですよね。ヤンウピンになるのか、あとはつもぎりになるのか、多分ね。数ピン切るか三ピン切るか。数ピン切るはないと思うんですよね。うん、ただパーピンの方が安全。パーピンは多分、ね、そうですね。吉田だけでしょうね、おそらく転配していると読んでいるのは。んいいシャンテンになりましたね。ちょっとだけ頑張りますよここから。うん、まあ吉田ドラ切ってますからね、先点だとすれば。でそのドラに勝本プロも反応してないですからね、はい。おローピン引きましたよ。あれトイトイになった。さあ四五待ち。おや3引いて藤島イシャンテン3ピンが初めて流れました。6、あほとんどないですよ。4、6がない。あ3ピンだ。吉田の上がりとなります。何ドラ12000は3本場2900。さあ吉田まずは荒ぶりながら2000点取りましたね、はい。この3曲吉田の矢です。ドラはローソー、まず一メンツドラ受けもあります。勝俣は9分番号杉浦武蔵の3色が見える。藤島は初が統一この3つもあるかもしれない。
カンパーマン嬉しいですね。嬉しくないですか。ちょっとなんか微妙な気もしてきました。役なしに向かってね。親だったらね、はい、先生リーチが非常に価値があるので。ね、公式、連盟公式ルールは、役なしに向かってまっすぐ行くのがね、うん、あんまりないですよね。いい時があまり。リーチっていうこと自体に非常に価値がある局面はありますけど、はい、そうでもない限りはね、できれば避ける手組みが多いですよね。さあ、杉浦、注文を重ねました。吉田、ドラも弾いてますしね。これはパーマを切ってしまった後のチーマン。ともぎですか。まあ、2差しがあったんでね、しょうがないですか。はい、さあ、進みますよ、吉田。一枚引くと、もう見違えるいいシャンテンになりますね。さあ、杉浦も2差しにはならないが、レデリアンシャンテン。パイの重なりはまだ見てますか。来ましたよ、くっつき。くっつきはね、はい、時間かけずにとっととテンパってほしいですよね。杉浦、いいシャンテンです。あー、ドラ引いて難しい。想像は振り点含みになってしまうんで、シンプルに行くなら3層か。いやー、でもね、三面ちゃんが魅力あるから。三面ちゃん魅力なんですよね。そっち。さあ、そしてこのチュンがポンテンになるんですけど、藤島がチュンを持っているんです。これがいつ打たれるか。ここで打たれる、ポンテンだ。あ、吉田にとってはこれはちょっと待ってよと。ね、はい、カンちゃん、ちょっと待ってよ。はい、リーチ行きたい。ダメ。リアンウピア、めちゃめちゃいい街です。本当だ、これはいい街。勝又さんの手見ただけでめちゃめちゃいい街だもんね。はい、大部分が悪いね。リャンピン、ここはかわします。吉田の勝負手をかわす。チュンで300-500です。はい、さあ、トン4局、勝俣の親番となります。まだこのハンちゃんはかなり苦しい、持ち点は19000点。ドラはチュン、まあ、もともとどのハンちゃんもまあまあ苦しいよね。なんだかんだで、なんだかんだで、はい、まあ、ただね、ドラアンコが2回ハイパイでありましたから、その分救われてるぐらいなもんね。はい、基本的にハイパイ悪い人なんで、ね、ダブトン統一でしたよ今回は。鬼に金棒、勝俣にハイパイ、勝俣がハイパイ良かったらちょっと勝てる人がいなくなっちゃうかもしれない、ね、いやトンはどうですか。山に2枚か、吉田悪くないですね。三面ちゃんがあります。ドラのチューンがね、どうなるか。藤島と吉田に1枚ずつ。トーン以外からどうするのかね。勝俣はね、結構そういったところ柔軟に、ただドラのチューンを考えるとね、上がり率は相当下がるよね。はい、カンチーマンとかガラチーとか言っちゃうとね。
ためいっぱいだ。どうも誰も持ってないですね。持ってないんですよ。ジョンが2枚山。はい。ただしが重なると一気にチャンスですか。大チャンス。形もいいです。藤島もね、でもだいぶ形良くなってきたんで、うん、藤島を重ねても大チャンス。ジョン重ねるとだいぶすっきりして、はい、やんめん3つみたいな形になりますね。うわ。なんかこれでやっぱチョン重ねるとビッグチャンスですね。ビッグチャンス。スキューラーまたリーの身になりそう。あ、スーソギ、スーソ切った。本一ですか。ああ、重ねましたよ。やっぱり藤島絶好調。藤島絶好調、健次郎。吉田の手が伸びると中の出ますね。出るでしょうね。あ、でもこれはリーチだ。薄っ。ローマン1枚しかない。ただしが今チュン重なると危なかったですけどね。本当ですね。いや、まさかローマン1枚だけとは思ってないでしょう。なんとラースハイあっさりとなくなった。これチュン短期に負けるとか出てくるの。チュン短期には現状負けますよ。てか勝又が来るな。これダブトアンコにした。うん、藤島ピンチ。全然絶好調じゃなかった。ただしもまあまあやる気だもんね。あ、これは出るパターンが出てきましたね。そうね。うん、本店とかあんこになっちゃうと、はい、ただ明らかに6球満の方が嫌でしょうからね。嫌ですよね。イースーソー引いた時はつむり参考には受けないでカンチーマンに。そうですね。さすまたぶりを見せてくれそうですけどね、はい、パーマン1枚あるん…あ、ないか、ないですね、パーマンは。チーマンは、チーマンが1枚ある。カンチーマンに受けれれば負けなしだもんね。負けなしです。あれ、ウーマン、あー、ウーマンは分かりやすいんじゃないですか。両面両面。ただしの言いそうは打ちづらいんですかね。打ちづらそうですね。スーソー取りましたよ。これでチーテン入りますか。イーソー合わせるとイーソーかチーソーになりそう。かつまたチーテンだ。1万チーマンが1枚と数万が1枚。チュン2枚切れじゃないとね、はい、かなり迫力あるんですけどね。うん、役あるとするとトンしかないもんね。ですね。ただ軽点に見えると思うんでね。スーマン危ない。噛んじゃないですか。これでダブトンが見えました、はい、これは高くなりましたね、はい、一気に。いたか、いた、リンシャンだ。さあダブトンリンシャン解放はこれは60分ですか。そうね、あのスモフがつかないんで、はい、70分にならないようですね、はい、あれ3キロールじゃないの。間違ってます。今4000オールって言ってますね。半分気がこうですね。スモフつかないですよね、はい、確か WRC はつくんですけどね、ええ、さあ珍しい勝又にも点数の誤り、攻防にも筆の誤り、勝又にも点数の誤りですね。最近ちょっとルールが変わったんですよね、はい、あの WRC の方は、リンシャン解放の、 あの大民間のパオがなくなった代わりにスモフがつくんですよね、リンシャンの、はいはい、あれ
くりした。すごいハイパイですよ、うん、勝俣も帰ってからね、はい、タイムシフト見たら切れそうになるかもしれない俺が古橋に指摘されるとはなみたいな。終わったら言っておきます、はい、間違えてたねって言って僕はすぐ気づきましたよどこまで煽んねんみたいな。3900ホールですね今のは。ダブトン、はい、リンシャン開放60分で3900ホールです、はい、まあおそらく多団体さんとかね、はい、Mリーグのルールだと4000ホール、そうですね、もう間違いない、まあ、というかまあ残響ルがないからね、あれですけど、さあトン4曲は1本バドラワペ、とにかくいいモードラのペイをいつ打とうかというような手配、うん、チートいつもある。重ねたらすごい音になるな。重ねたらね、ピンフリャンペイコードラドラ何点それ、8000オール積もれば8000オール、うん、まあ、ただいい射程になったらペイ引き以外は全部ペイ切りそうですけどね。そうですね、はい、三増嘘重なってもペイ切るかもしれないもんね。重なったらまあ一旦重なってない方切るかペイ切るかですね。でもそっかそっか、例えば三、あ嘘重なりましたよ、これは三増から、そうだね、この時点でもう差し子の三増がないもんね。差し子はそうですね、数層先に引いたところです。四五郎にはなる可能性あっても差し子にはならないもんね、はい、単品リャンペイ効果チートイツドラドラのイーシャンテン、もしくはね休み入っても高め単品ペイコのリーチが打てますから、これは大チャンス。ペイも2枚あるしね。2枚あるんですか、あ1枚かな、1枚、はい、ここでペイだ目いっぱい。あこれはちょっとね見てるファンの人からするとそれはいらないわって感じですね。カンスケテンパ入ったね。あ6球満ピンフのテンパイ、これは強いんじゃないか。勝俣ウーマンとウソ引きは包丁になる。そうね、さすがにポンテは取らないでしょう、取るわけがない。うん、さすがにウソ引きでもねスワンコがあるからローマン切るもんね。でしょうね、リーチ行くならでも今ウーマン通ったからウーマン切りもあるんだけどね、はい、がね、山越しにはなってるんですよ。吉田が切ったローマンの後に杉浦が転敗。まあただ9万も2枚あるしね、はい、結構強そうですね。うん、なかなか転敗しません。あ言ってもね両面両面プラスアルファですから、うん、さあ藤島もいいシャンテン、そうそう、勘助もこのまま上がりたいわけじゃないもんね。3色変わりたいんですよ本当だ、不満ですよきっと。来たか、まあいいでしょう。いや見てん、3ピンが山越しになっているってことは、かっちゃんは3万引いちゃダメなわけね。3万引いちゃダメ、3万ありそうだな。3万2枚までやる、引きそう。どっち、サブローピン対6球満、藤島ローマンは宝珠だ。ここはリャンマンを切っていく、9万杉浦ピンフで1000は1300、うん、しょうがないね、勝俣プロ9万ゲーム差からリーチだったかともなんないしね、はい、そうですね、リーチボー損してると気がします。ああ3回戦難入、杉浦の矢番、ドラはスーピン、ツアーなし、ドラもなし。んこれはいいぞ、
やっぱりニアンコ結構来るね。はい、ニアンコでドラターツがある。藤島が、これは高ハイパイだ。うわチーとか言い出しそう。二巡目にチーしたら藤崎さんが多分対局室まで行って足りなくねって言って言いたいぐらいの手配ですけどね、うん、まあしないでしょう。今イーピン切ってリャンシャン店に戻していきました。三蔵チーとかするとすげえテンパりそうだよ。だってテンパりそうテンパりはしそうですよ。さすがにないな、うん、ただここはね、はい、3アンコとかにこだわらなくてももう打点十分だもんね。いいじゃんって。おおへえ、なんか重なったらねとんでもない手になるんですけどね。そういう夢はいらないんで。いらないんです。夢ではご飯食べれないんでねはい、わかる。わかります、わかりますよ。まあ、俺はご飯食べれなくてもいいから夢を見るけどねチーマンぐらいはね、うん、ただ現実問題この形難しいね。リャンゾースーソー出た時ポンするしない問題がね、うん、するのはもったいないししないのはぬるような気がするしみたいなね、はい、どっちも歩くだけにね、うん、ただチーマン切ったってことはなくね。泣きますか。はい、例えばリャンウピン引いてリーチしづらいもんね。リャンウピン引いたらダマ ですね、はい、ダマでしょうからね。吉田もいいシャンテンまで来ましたよ。どうしていいかわからんね。チートイツも見るか。ローマン切り。あの上から全員の手が見えててどうしていいかわかんないわ。相当わかんないよね。多分ね。はい、ああ、ただしは広げなかったんだね。広げませんでしたね。換算マン固定しました。まあ三万がいい理由がどこにもないので。安全度を大事にしたのか、それとも即利、換算盤残った時の即利を強くしたのか、どちらでしょうか。そっかそっか、トラがあるわけじゃないので、はい、でイペークをつかないと打点的に不服なんだね、多分。藤島はいつまでいいシャンテンなんだ。カンチーピンチーしました。うん、3万ね、直前に打たれた。なんですけど、ちょっと嫌な感じはありそう。杉浦がいいシャンテン。うドラ。ドラか。ああ、ここは大きく回ってシャーシャー。ようやく形決まったと思ったら、うん、この感じでドラ。これ白2枚切れか。ダメですね。白白になるか。うん、あのスワンコイシャンテンはさすがにやりすぎだよね。多分夢しかないですけどね、うん、あ、リャンピン引いてこれが出ない。いいシャンテン復活。藤島は永遠にいいシャンテンです。お、テンパイ。うん、これは降りろっていう意味が強いですよね。はい、3万現物ですよ吉田。3万積もった。ラスアイ単用で300、500。ちょっと見てみたかったね、こういうなんか金牌飛んできたらどうするんだろう。多分今の積もの速さだと荒振り切りを。ああ、なるほどね。はい、荒振りスタンバイだった。荒振りスタンバイしてたはずです。ああ、なるほどね。泣いてたまに降りるけどあんまり降りないですからね吉田は。さあ、ロン局藤島のエヴァンドラはリャンピン。吉田はドラ1、またもドラ1コメンツ。
基本なんか古川さんとか以外ね、はい、泣いたら降りない人多いような気がしますけどね。そうですね、藤島も勝俣も、うん、勝俣藤島も降りないしね。前田とかだって降りないですもんね、言ったって。でも前田がちょっとそこそこ降りるのかな。降ります。あと広柴田、あの人降りるの嫌いだからね。さあ杉浦がなんと役役本日のイーシャンテンです。柴吉は多分ね、降りちゃいけない国の人から来たもん来た人だと思うんで、ね、そんな国あるんですね。あるみたいですね。はい、あらもう天敗だ、勘違いそう。嬉しくないですけど、ね、嬉しくない。サンキュー勘違いそう。サンキュー勘違いそうってありがとうってことですか。いやいや両方の意味です。あ、そうですか。はい、これはシャンポンにしそうですね。チューンは誰も、これ今掴んだ人危なくないですか。はい、打っちゃいますよ。早すぎるもんね、みんなそれほど手になってる人がいるわけじゃないんだけど、先に切りたいぐらいで打っちゃいますよ ね。さあ勝俣はシンプルに嘘切り。いやなんか誰も止まんないような気がするね。ただしがギリギリ止まるかどうかぐらいだよ多分ね。藤島はもう絶対無理だよね。きそうですね。あ、吉田もこれで行きたいですよね。ただ老僧が危ないもんね、チュンどころか。本当だ。シャンテン広がります。順が深いのか。ローソンも1枚いるもんね。あ、シャンテンローソンも1枚あります。チュン2枚ある。小さ、これは売り点ですから、まあ、これはシャンポンにする一手でしょうからね。しょうがない。また3個みたいになってきたけど、今日はあんこが来ますよ藤島。普通ローマンなんだけど、ウーピン切りたくないと思ったらスーピンになりますよね。これはローソー危ない。だから黒沢さんが多分あのスーピン切ったんだったら3アンコから3アンコにしたいんだろうなと思うんですけど、藤島の場合は多分バランスでしょうね、はい。ウーピンで補充するのだけはやってないよってことでしょうね。これはつもりか。先輩リーチでしょう。さあ藤島ウッパーピン3万連続3面ちゃんです。これでチュン止まりそうだね。逆にね、チュンですよ、止まりますね。リーチなかったら勝俣つもぎったかもしれない。いやどうすかね。ただ勘助がずっとつもぎりなんだよね、はい、そうするとなんか自敗のションパイ止められそうな気するね。あーでも天敗だ、天敗は止まらない。ここは杉浦の上がりは役役本一7700。そっかそっか、勝俣プロの手から見ると換算ピンとかがあるからね。換算ピンは十分ありますよね。なのでチュンも嫌だけどちょっと行きたくなるね。確かにテンパるとね、はい、本一かどうかも分かんないもんね。分かんないと思いますよ。本一っぽくは多分見えないもんね。3曲、吉田のバンドラはシャー。うん、吉田は悪くないですね。親番吉田は勝俣、赤
ックがドイツドラのシャアが1枚。自身の難が重なりました。お、スーソアンコウ、スモリさんアンコウのイーシャンテンです。ゴツゴツしてきましたね。はい、ローソンにくっついて単葉の方がいいのかな。いいおっしゃですか。まあ、ダイレクトにね、つもりさんが伝播してくれれば、それはそれで十分ですけどね。まずチーピンとか引きたいですよね。数アンコウの変化を、ね、そうですか、はい、大きいですね僕は小さを引きたいですけど、ね、すみません、はい、俺はね、あーでもここ9万だった、うん、俺はほら、はい、趣味貯金なタイプじゃないよ、ね、趣味貯金、はい、堅実なタイプだよね、コツ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 言うなうん、ただもう打点的3個がなくなってね、打点的な魅力がなくなったんで、はい、一発連チャンだけ取りに行くかもしれないですね、泣いてね。そうは、あーまあ再度3アンコが見えてきた。あー、ローソン1枚出てるしな、うん、ただこれ嫌なのね、あの、はい、ソーズ泣くのはいいんですけど、うん、3万ポンとかパーピンポンは選択を自分でしなきゃないので、それも嫌なんですよね。ソーズはね、強制的にシャンポン待ちですから、あの、上がった時に高い選択なら頑張って選択しますけど、はい、変わんないですもんね。上がって1500の選択をしなきゃないっていうのはね、嫌なんですよね。さあ、勝又ドラドラになってチートイツに決める、決めたわけじゃないのか。ちょっとみんな手悪いね。キャンソーさん切れ、今テンパってリーチといえば大概一人テンパで取れそうですけどねそれぐらいまとまっていない。あ、まあ形は決まりましたか。はい、次裏もようやく一メンツです、うん、ただ今通ったんでつまぎるかもしれないですけどね。ここはチーピン、チートイツのいいシャンテンになります。藤島E ピンのポンから入りました、勝又。テンパラントも、うん、一応遠くにちゃんともあるし、みたいですか。はい、シャア切られる、ポンだ。うわ、チュンを切って、あ、チュンじゃないんですね。ああ、厄介をあんまり見せたくないってことだ。そういうことですか。そうだね、今厄介全部残ってるんだね、カルチャの厄介ね。テンパイ感じそう。なんで一つでも候補を減らしたくないってことですか。そういうことですね。へえ、でもね、チーソービー効いたすぎるけどね。一応ね、E万で上がることできますからね。先輩、チートイツ先輩、リャンピン短期。ちょっとあの、あー、シャンポンだった。シャンポンだったな。いや、ただね、ドラのシャーポンして最終手出し急走なんで、はい、老僧現物なんで無理でしょ。そうですね、老僧現物なら。どうやっても老僧切るじゃないですか。はい、リャンピンの方が通りそうに見えます。上がるならリャンピンか、チャンタに見えるか、トイトイに見えるか、厄介に見えるか。数層3層払ってるんですよね。リャン層がその時にリャンウス層が4枚目、ここはリャンマン勝負していく。まあどっちも一緒なら振り手の方に持っててもしょうがないってことですか。いや、結果は分かんないけど、これもさすまただね。さすまた。
構ノータイムで急走切れる人いる？まあそれが正解かどうかちょっと分かんないですけど、いないよね。いやなかなかいないですね。普通にね、チュン切る人は9割5分ぐらいいますから。だって分からん。ドラポンですよ。はい、だったら転廃する可能性高めたいですよね。吐く二山なんじゃないの？今気づいたけど。本当ですね。パーソが打ちづらいのか。なるほど。白引いたよ。今当たり。打たないな。ああ、リアンピンになった。ここは藤島も頑張りました。チートイツで1600。そっかそっか、いいピン2枚目をポンしてるから、完リアンピンもないんだ。トイトイの可能性もないしね。はい。あ、トイトイに当たる可能性もないから ね。さあ、勝又勝負手が流されてしまったが、オーラスです、親番、ドラワリアンソー。なるほど。役の可能性を減らさない方がいいんですよ。周りからね、そういうふうに見えた方が得だっていうことなんですよ。わかりました？ということですね。はい、いや、藤崎さんがいてよかったです。多分ね、はい、まあそういうことですよね。そうでしょうね、それしかないもんね。だってイーマン引いたらむしろね、チョンバックよりベンチ層に受けたいぐらいの、ね、そうですね、ベンチ層に受けたかったと思います。の手格好だもんね。さあドラマリアンソー、藤島がチュン統一、あれ一人気になってるじゃないですか。カンスケ今ので沈んじゃってるね。はい、また地風のトンをポン、藤島がチュンをポン、藤島はいいシャンテンです。勝又もいいシャンテン、手広くなる。ちょっと勘助は厳しいかな、なので連チャンしてもらった方が得だから、これは絞るかもしれないね。後継を目指して、うん、イーシャンテンの形は狭くなりますけどね。サローマン打たれるとチーテンだ。いや打たれるかもしれないぞ。打たれませんでした。さあテンパイスっちそう。イーマンも意外と不思議だね。でもね、イーマン短期の方がいいですか？いや違う、カンスケのイーマンも意外と不思議ですよね。はい、ここは、藤島が1000点の上がりで一人浮きを取り切りました。3回戦はトップから藤島、杉浦、吉田、勝又と、はい、いう並びとなっております。以上並びで3回戦終了して、しております。引き続き4回戦です。